お疲れ様です。長倉です。まあ、俺はですね、ここ数年、教育分野というものに非常に興味を持ってましてですね、まあ、子供たちの教育ですね。自分が、アメリカで子供を育てたというのもあるんですけども、やっぱりこう、日本とアメリカの違いで、日本の良さ、アメリカの良さ、アメリカの悪さ、日本の悪さ、なんていうのを、そういうのを見る中でですね、いろいろ感じている部分があったので、主にね、スタンフォードオンラインハイスクールの星校長の本のプロデュースだったりとか、まあ、子育てコンテンツとかね、なんかをこう発信、プロデュース、させてもらいながら、一人でも多くのですね、子供たちにいい未来をと。いう活動をさせてもらってるわけですけれども、やっぱりこう最近ねすごく思うのは、やっぱ日本の学校がやべえなみたいな風に思うんですよ。でこれは何が起きてるかっていうと、やっぱシステム上おかしいんじゃないかなと思ってるわけですね。だって実際さ、先生も、まあ、変な先生もいっぱいいますよ、もちろん、とんでもないやつもいるんだけど、でもやっぱり一生懸命やってる人たちの方が俺は多いと思うわけですよ。で別に親だって真剣だし、子供たちだって真剣なのに、こうやって学校がおかしくなってたりとか、まあ、不登校児が増えてるっていうのは、やっぱりこうシステムの問題なわけですよ。で、そのシステムがおかしいから学校がおかしいし、学校がおかしければ、やはり行きたくない子供も増えるんじゃないかななんていうふうに思うんですね。で、なんか俺はまあ学校はね、行かなくても別にいいんじゃないかなと思うんだけども、やはりとはいえね、やっぱり勉強をさせるべきだというふうには思うわけですよ。やっぱ勉強はできないよね、できた子絶対いいからね。でもやっぱりこう悲しいかなというか、まあ、いろんな情報を得る限りですね、まあ、不登校児の大半が勉強させてもらってないという状況があったりとかするっていうのを聞いて、まあ、結構やばいななんていうふうに思ってるわけですよ。でもじゃあそこで何が起きるかというと、やはりその子に合った勉強のやり方、だから俺は別にいい教育があるとか悪い教育があるという意味でなんかいろいろ言いたいわけじゃなくて、まあ、その子に合った教育があったりとかねするだけだと思うんですよ。でほとんどの学校は確率的というかね、なんかもう同じような学校で、だからそこにフィットしない子どもたちってもう当然行けなくなっちゃうわけですよ。でもまあ全国的に見るとね、いろんな学校があるんですね、実は。小学校にしても中学校にしても。でもそれはやっぱり移住するとかお金がかかるとかですね、まあ、そういった意味でこう経済的な余裕がある人たちしかできないわけじゃないですか。でこれってまずいなと思って、だから俺はスタンフォードオンラインハイスクールの星校長の本をねプロデュースしたりコンテンツをプロデュースしてるんですよ。なんでかって言ったら結局親父でしょと。やっぱ学校はもうおかしいんですよ、これシステム上無理があるんで。だからもう親が知識をつけるしかないということで、まあ俺はこうずっとね5年ぐらいですかね、こういう活動をさせてもらってるわけです。なのでまあこれから何が言いたいかというとね、もうとにかくね学校はやばいですよと。でやばい可能性の方が高いんですね、ほとんどの子供にとっては。でもシステム的にもおかしいし、やっぱり日本がやっぱり OECD 加盟国の中で一番ね GDP に対する子供への予算が一番少ないとかっていうのを証明されてるようにですね、やっぱりこうシステム上おかしい、この国のシステムもおかしいし、その結果教育システムもおかしいという状況になってるわけです、普通に言ったら。だとしたらもう親がね、自分で知識をつけるしかないということで、星校長もですねコンテンツなんかをどんどん配信してますんで、ぜひ、そちらの方をね、見ておいてもらいたいなというふうに思います。本当にね、まあ、俺は一人でもいいから、まあ、自分がね関わった情報で救われる子供がいたらいいななんていつも思ってます。なのでですね、今後もどんどん発信していきますんで、よろしくお願いします。